会話針、または単に針とは、会話妨害の前端の互外方に折れ曲がった、針状の部分。両大脳半球に一つずつ、計二つある。側頭葉の内側面、側頭極のやや後方に位置している。針界とも呼ばれる。日本語では、針と針、どちらの漢字も用いられる。会話妨害と連続している領域ではあるが、形態学的には、 急脳に分類される、嗅覚情報の処理と関わりを持つ領域であることが知られている。アンカスという名称は、フランスの解剖学者、フェリックス・ビック・ダジールによって、1786年に出版した著作の中で初めて与えられた、嗅覚情報の処理と関わりを持つ領域であることが知られている。この領域に影響を与える脳外傷や発作が、 しばしば幻臭を引き起こすことが知られている。即頭用腫瘍の患者では、張り替え発作による幻臭が約20%の患者に見られるという報告がある。転換治療などのために針を切除しても、片側だけの切除であれば、嗅覚は影響を受けない。これは、嗅覚情報が両大脳半球の針に分散して、並行して処理されているためと見られている。 ハリカイは、その全部において、アンカルノッチドを挟んで、複足で急内野と接する。後部ではハリ溝を挟んで、複足で海馬傍海と接する。ハリカイの内部、深くに変動体がある。イルカ、およびゾウが鍵を持つという例外的な報告もあるが、多くの哺乳類はハリを持たない。ハリは、霊長類に特徴的な構造と考えられている。 中でも人の針は他のヒトレイ鳥類と比べて組織学的にはそれらと相当な構造を持ちつつもとりわけ複雑な構造をしているとされる。針は臨床的には二つの点で重要である。一つはこの場所が電感発作の起点となることである。針を機種とする発作は針界発作と呼ばれる。針界発作は非経廉性発作で経廉は起こさないが、 意識障害が起こる。張り替え発作にかかった状態は無限状態とも言われ、周囲に対する知覚が一応保たれていながら、夢の中で行動しているように感じる。張り替え発作はしばしば幻臭そして原味を伴う。張り発作による幻臭は、持続期間は短期的、体験される匂いは、鮮明で深い、説明できないような、不快な匂いであると言われる。もう一点は、 ハリヘルニアである。脳梗塞や脳内出血などで頭蓋内圧が更新したとき、ハリ部がテントギレコンを越えて侵入し、脳幹や脳神経に向かって押し付けられる。これにより、脳ヘルニアの一種であるハリヘルニアが発生する。ハリヘルニアで圧迫される主な領域は、第三脳神経及び中脳腹側の大脳足である。動眼神経の圧迫は、 病変と同側の眼球における同行散代や対光反射の消失を引き起こす。中脳大脳足の圧迫は体側の半身の麻痺を引き起こす。針による脳幹の圧迫が進行すると渾水状態を経由し、最終的には死に至ることもある。そのため、脳外科の緊急手術において、針は極めて重要な部位であるとされる。ありがとうございます。